テス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 。喧嘩だ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 。コッポー。いいです。はい。はい。大丈夫ですか。1998年11月25日発行、紙のプレス13号。堀部、これ堀部誠司さん。はい、堀部誠司さんですね。誠司先生。はい。誠司さん。マウントポジションの起源はこの国の戦国時代にあった。うん、堀部さん。をちょっと振り返りたいと思うんですけど、まず堀部誠司、国宝の、宗師師範ですね。師範ですね、はい。どういう方かちょっとご説明をいただいてもよろしいですかね。もともとはですね、国宝というのは喧嘩芸国宝という打ち出しで、はいはい、喧嘩だ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 国宝というですね。歌にそれで。代表されるようにこう喧嘩芸国宝という打ち出しだったんですね。ははえ、そんな歌が出てたんですか。うん、出てたんですよ。将校将校朝原将校みたいな。ああまあまあそんなちょっとリズムが違うかなとは思いますけども、喧嘩だ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 国宝っていう歌ができて、その作詞をしたのがターザン山本さんだったりとか。ははははあ、なるほど。でもともとそのプロレス界や格闘技界で注目されるようになったのは、うんまあ、新日本プロレスとの関わりですね。はい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 、はい、ですから当時新日本に在籍していた山田圭一選手が船木正勝選手に正打、正手ですね、はいはい、を教えたとか、うんうんうん、あるいはアントニオ猪木さんに浴びせ蹴りを伝授したとか、うんうん、でビッグバンベイダーいますよね、はい、そのベイダーのキャラクターを作るのにもその漫画家の永井豪さんと一緒に新日本プロレスにこうアドバイスをしたとか、ほう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 、いろいろ表でも裏でも、活躍された方なんですね。ほう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 。で、それってお詳しいですか。はい、いやそこまでは詳しくないと思いますけど、まあ人並みには。ほうほうほう。はい、ちょっと僕ベイダー猪木、山田猪木さん、山田猪木さん、また新たな名前が出てきましたね今。ベイダー猪木さん、はい、山田圭一さん、船木さん。はい、船木さん。のはちょっと興味があるので、うん、後でちょっとこうブロック分けしてお聞きしてもいいですか。はい、あ全然私の喋れる範囲であれば、はいうん、思い出せるかどうかちょっと自信がないんですけど、はいはいはい、情報として、はいはい、耳に入れたんで、うん、でその新日本プロレスとの関わりの中で、うんまあ、今挙げたようなプロレスラーとの接点ができつつある中で、格闘技界にも結構影響を及ぼしていましてですね、うん例えば金的ありの試合をやってみたりとか、でバーリトゥード全盛時代になってきた時にはその実際にバーリトゥードに国宝として出陣していって、うん結果的には惨敗を喫してしまってですね、ほう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 、で今までその格闘技通信なんかでも割とこう国宝にはスポットを当てていたんですよね、はいうん、で週刊プロレス史上でもそうなんですけど、うん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 、だからある意味堀部さんというのは週刊プロレスや格闘技通信が生み出したスターだったわけです。で、もともとこの国宝というのは、うん大昔からあるいわゆる武道武術なんですけれども、そこが正式に、この堀部さんに、受け継がれてるのかどうなのかみたいなことも物議を醸したりしてたんですけれども、ちょっとそこは今割愛して、バーリトゥードで結果惨敗してしまったということで、格闘技通信が今まで国宝にページを割きすぎていましたみたいなことを言って国宝とちょっと疎遠になっていくんですね。ターザン山本さんが激怒したとか、ターザン山本さんはその堀部さん審判でしたから、国宝審判でしたから、はい、そこお詳しそうですね。そこは詳しいですよ。あ、そこも聞きたいな。ターザン山本激怒、思い出せるかどうか分かりませんけれども、はいはいはい、私の印象喋ってもいいですか。うん、どうぞ。私のその堀部さんって、まあ堀部さんって国宝ですかね。国宝、はい、やっぱり最初は山田圭一さんと船木さんが国宝を取り入れて練習したと、うんうん、はい、で週刊プロレスとかにも、うん、そういう船木さん山田さんがその国宝のコスチュームみたいな、はい、でこういう正打の構えをしてみたりとかですね、はい、うまいですね、さすがですね。いやいや、こうやって、うん、あ、さすが、こうなんかまあ突っ張りなのか分かんないですけど、うんうん、これまあ小手ですかね。小手ですね。多分船木さんが割と自分なりに、はい、アレンジ したの、うんうんうん、そうですね、うん、ですからこの国宝から教わった小手なのか小打なのかはちょっと別として、うんうん、その小手で高田さんを追い込んで KO 勝ち、TKO 勝ちかな。いや
TKO じゃないですね。KO 勝ちでしたっけ。いや、それでは決着ついてないです。あ、そうでしたっけ。多分、うん、眉間、こめかみに焦点の指が入って、で、切れた、カットして、うん、TKO です。確か2戦ぐらいしてますよね、新生 UWF。 2戦してますね、はい。あれ、1戦は船木さんが勝った。1戦は船木さん勝ってないです。勝ってないんでしたっけ。確かラクダ固めで高田さんの勝ちですね。おー。で、2戦目が横浜アリーナで、うん、高田さんが108キロぐらいあったかな、うんうんうん、イケメンのイノシシの時ですね。はい、はい、まあ、はい、はいじゃないわ、はい、まあ、そういう時ですね、はい、で、船木さんが確かね、黄色のコスチュームだったと思うんですよ、うん、そうですね、高田さんが非常に新鮮でしたよね、うん、紫のパンツで、うん、で、小手で眉間が切れて、こめかみが切れて、TKO ですね。あ、おそらくね、そこ田村さんね、記憶が混在してると思うんですけど、はい、船木さんは高田さんに勝ってますよ。その勝打で追い込んで、はい、うん、1990年8月13日、うんうん、UWF 横浜アリーナ大会、はい、船木正和が高田信彦に初勝利を収める、うん、それ結果なんですか。 TKO ですよね、あ、レフリーストップというか、レフリーストップです、はい、勝ってますよね、船木さんの勝ち、はいはいはい、で、その話をしてますよ。あ、そうですか、はい、で、1回目、あれ、うん、僕なんか勘違いしてます。してませんしてませんよ、多分ちょっとこんがらがってきました、はい、またやつ病が発令しました。やつ病ってやつさん、いやいやいや、じゃあちょっと整理しますよ、はい、新生 UWF では、うん、2戦してますよね、うん、2戦してると思います、はい、はい、で、田村さんの記憶だと1戦目は、はい、1戦目がラクダ固めで高田さんの勝ち、うん、ラクダ固め、はい、なるほど、はい、で、合ってます。いや、ごめんなさい、ちょっと分かんないです。で、2戦目が、その横浜アリーナで、うん、船木さんが確か黄色のショートタイツで、うん、高田さんは紫のゴールドジムのスパイツです。はい、はい、で、船木さん小手で高田さんの3個目髪を切って、うん、はい、で、フリーストップ、はい、レフリーストップで勝利したっていうことですね、うん、船木さんの勝ちです、はいはい、あ、田村さんが言ったのは、うん、その TKO や KO ではなくて、うん、レフリーストップで勝ったということを言いたかったわけですね。レフリーストップ、はい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 、失礼いたしました、はい、なるほど。まあ、その、うん、眉間が切れたので、はい、こめかみが切れたので、はい、僕なんで眉間こめかみってこう言うんですかね。こめかみってどうですか。こめかみはここですよね、ですよね、はい、眉間はここですよね、ここで、こめかみだ、こめかみが切れて目尻っていうのもあります、ね、目尻ですおそらく切れたら目尻じゃないかなと思いますけど、あの龍子7号でしょう、龍子、はい、いや大丈夫です、眉間、目尻が切れたんですよ。ちょっとあの言い間違いの話していいですか、うん、ね、うん、あの田村さんね、あの時々、うん、とんでもない言い間違いするんですよ。はいはい。何、はい、ですか。今日も、うん、トイレ借りますっていうところを、うんうん、トイレ貸しますって言いますよね、うんうん、ね。また新しいビジネスを始めたのかなと思ったんですけど。あ、僕がいきなりここに来て、人様のお家に、普通はトイレ借りますねなのに、はい、トイレ貸しますって言って入ってきたと。はい、って言って入ってきた、ね、はい。あとこの間は、うん、大きなところでは。うん、温泉かけ流しを温泉垂れ流しってあるんですよね。でこれわざと言ってるのか本気で言ってるのか、うん、面白いですね。面白いです、はい、その境目がね、うん、見分けがつかないんですよ。本気なのか冗談なのか、うんうんうん、非常に困る時があります、ね、いやいや面白いです。面白い非常に面白いです。面白いですか。で目尻を切って、目尻を切って戻しましょうか、はい、話、はい、うん、でそれがまあ小手、その時にね、うん、フューチャーされたのが小手とか小田です。そうそうです、うん、あれごめんなさい、そこを今パソコンで調べた結果、僕の言ってることって合ってます、間違ってます。ちょっとね、1戦目のあのラクダ固め、はい、1戦目はまあ置いといて、あ、 2戦目はそうです。2戦目そうですよね、はいはいはい、1990年8月13日、はいはい、船木選手が高田信彦選手に初勝利というのはこれ間違いないです。
大丈夫ですで、はい、そういう、うん、その朝廷で朝廷からあで話戻ってなんだっけな、だまあ船木さんの朝廷山田圭一さんのこう浴びせ蹴りだったり浴びせ蹴り、はいはい、でそれが新日本プロレスでちょっとなんかの、うん、テレビ中継で船木山田が骨法を練習したのか、うんはいはいはい、それがちょっと僕の記憶違いかもしれませんけど、うん、あの週刊プロレス、うん、雑誌には船木山田のこう骨法の格好をしての、はいはい、なんかスタジオの撮影とかはあったような記憶があります。ありますね、はいはい、だからまあ瞬間的にやっぱりその小手とか小田っていうことで、うん、そこにスポットは当たりましたよね、うんうんうん、そうそうですよね、うん、UWF の小手とか小田っていうのはこれ骨法と関係あるのかないのかっていうのを逆に田村さんに聞いてみたいです。あなでもまあ船木さんとかが持ち込んできてるんで、うん、あ船木さんが持ち込むっていうか、骨法の流れで船木さんで船木さんの流れで UWF っていう感じなので、うんはいはい、関係あるようでないですね。で船木さんもその後、うん、あのご自分でボクシング習って小艇っていうのをこうボクシングの動きも取り入れての船木正勝独特正春独特のムーブメントを生み出してたので、あのきっかけ船木さんのきっかけはまあ新日本プロレスで骨法の小艇っていうのはそうです。あとはもう自分ご自分で進化させていったんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあ田村さんが1988年、うんでしたっけ、うん、87年でしたっけ88年に、はい入門した時には骨法の影はなかったんですね。 UWF にはないです。ないですよ、ね、全くないです、うん、だからもう少し前だと思いますね。そうですね、だから1986年とか5年6年、はい、7年それぐらいですよね、はい、うん、まだね山田さんが全然前座というかヤングライオンの時なので、まあ船木さんもそうですけど、もう絶対的エースであるアントニオ猪木さんにもその浴びせ蹴りを教えたとか、うん、スコット・ホールという外国人選手が骨法の道場に行ったりとか。スコット・ホール、はい、スコット・ホール、うん、あースコット・ホールご存知ですか。スコット・ホール、うん、あのスコット・ホール多分頭と思い浮かぶのと名前とちょっと違うかもしれませんけど、うん、マサ斎藤さんがよくスコット・ホールスコット・ホールっていう風な解説で、はい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 、その発音がいいです、うん、スコッホールスコッホールみたいな、あ言ってましたね、はい、はいはい、それで印象深いですね。なるほど、スコットホール選手、スコットホール選手、まあアメリカではすごくね有名な選手、レイザーラモンですよね。え？レイザーラモンっていうリングネームなんですよ。あ、そうなんですか。元々は、へえ、であのお笑いのレイザーラモン、はははHGRG はそこから来てるんですよ。マジですか？はい、へえ。そこまで感心されるとは思いませんでしたけれど、スコット・ホール、はい、レイザー・ラモン、はい、え、そこは確かな情報ですか。確かですよ、これは。本当ですか、本人からお聞きになったりとか。本人から聞きました、聞くわけないじゃないですか聞くわけない、はい、本人からは聞いた。あ、本人って誰の本人ですか。レイザーラモン RG、 ああもうそれはもう有名ですよ。 ここのレイザー・ラモンから取ったっていうのは。あ、そうなんですか、うん、ははは、おそらく5歳の子でも知ってると思います。あ、じゃあ2人レイザーラモン RGHG って2人ともプロレスファンなんですか。プロレスファンです、はい、あ、だからハッスルとか、うん、こう率先して出てたんですかね、はい、遠隔性プロレスもやってましたしね。ほうほうほう、うん、でそのスコット・ホールはまあちょっと置いときまして、うん、でいわゆるそのビッグバン・ベイダー、うんうん、とかのキャラクターにも、うん、漫画家の永井豪さんたちと一緒にアイデアを練って、うん、新日本プロレスに提案したりとか、はい、実質新日本プロレスともこう会議を重ねていって生み出していったみたいな、ほうほうほう、だからもともと堀部さんもプロレスが好きだったんだと思うんですね、うんうんうん、ですごく、週刊プロレスや格闘技通信メディアでも脚光を浴びて、うん、どんどん有名になっていったわけですけれども、うんうん、一方では、武道家と言いつつも、うん、あんなインチキはいないとか、うん、こう裏で陰口を叩かれる存在でもあったわけですよ。へえ、清濁合わせ飲んだ存在というか、うん、表裏一体というかですね、非常に面白い存在の方で、
でそういう方がこう測定可能な、バーリトゥードの場に出ていって、うん、お弟子さんですけれどもね、うん、そこで惨敗を喫してしまって、さあ骨法の運命やいかにということで、今度喧嘩芸骨法から日本武道伝骨法というものに名前を変えて再スタートを切っていくっていうのがこの1998年ぐらいですね、はい、実際じゃあ骨法はそのバーリトゥードとかその MMA に挑戦して、はい、その通ったっていうか通用は してなかったってことなんですかね。結果、まあ、敗れてしまいましたね。完敗っていうことですよね、うんうんうん、いわゆる武藤選手ともプロレスで、異種格闘技戦やったペドロ・オタービオっていう、うんうん、ルタリーブリの選手がいるんですけども、はい、その選手とバーリトゥードでやって、うん、バーリトゥード史上あんまりないですよね。もう今となっては今だったらもう5発6発、マウントパンチが入ると止められたりもするんですけども、武藤さんとペトロなんとかがやったんですか。これはあのプロレスの異種格闘技戦です。あ、はい、そのペトロが誰かとやったんですか。コッポの選手と、コッポの大原学さんという当時所属していた選手とやって200発以上のマウントパンチを食らって大原選手が敗れてしまった。200発、うん、まあその当時はレフリーストップとか なかなかレフリーは止めない、ね、そう今みたいにこうすぐ止めないので、その MMA のルールですか。その当時のですね、なんかちょっと聞きたいことがいっぱいあります、いっぱいありますか、はい、今16分ですよ。一回切っていいですか。じゃあ切っていいと思います。切ってちょっと待ってください。この流れやだな、はい、あの切っていいですかって、あの田村さんのチャンネルですからね。いやいや一応お伺い立てて。なんでですか。レイダー猪木船木山田ペトロオタペドロですね。ペドロ、はい、ペドロオタービオ、はい、ターザン山本激動事件、はい、うん、スコットホール レーザーダモンはいいか、新日本、はい、ビッグバンベイダー新日本の会議に出席したとか。ですから一時期本当に格闘技界プロレス界には大きな影響を及ぼした方だというのは間違いないと思います。へえ、わかりました。じゃあちょっと一回切りまして、はい、私のこう気になるところをちょっと深掘りインタビューさせていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。堀部さん2夜目。前回ですね、堀部さんが、はい、まあ、何者かっていう第1話で紹介させてもらったんです。その中でちょっと深掘りをしたいワードがありまして、はい、まず、ターザン山本さん、うん、激怒事件。ああ、はい。はい。これはどういう背景だったり、流れは。ターザン山本さんは、週刊プロレスの編集長として、有名な方ですけれども、うんうんうん、一時期、格闘技通信の編集長も兼任してたことがあるんですね。ほう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 。うん、で、はい、1996年、うん、バーリトゥード時代が到来して、うん、コッポーも大原学選手や親父選手といった選手が、うん、ルタリブルの選手とバーリトゥードでやったりとか、うん、そういうことが実際にあったわけです、うんうんうん、これ田村さんご存知ですか。コッポーの選手が、うん、当時の MMA ですね、総合格闘技に出ていった。それ何年ぐらい。1996年、5年6年だから田村さんがハトスミとやった後ですね、うん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 、あ、ちょっとあんまり記憶にないですね。あ、そうですか、はい、結構ね格闘技通信とかでは、うん、そのコッポーがいよいよ出陣するみたいなね、うん、いよいよバーリトゥードに乗り込んでいくみたいなことで話題にはなってましたけど、ですから、1996年の8月4日、うん、第2回ユニバーサルファイティングジャパンという大会なんですよ。バーリトゥードの、はい、バーリトゥードの大会ですね。ほうほうほう。で大原学選手が、コッポー所属していた大原学という、まあ、柔道出身の選手がいて、うんうん、はい、その選手がペドロ・オタービオという、ルタリーブリの選手とバリトゥードルールで戦ったと、はい、はい、まあ、ルタリーブル、ブラジリアン柔術かな、ちょっとその辺 うろ覚えなんですけど、うんうん、でペドロ、ごめんなさい、誰と戦ったんですか。ペドロ・オタービオ。ペドロ・オタービオ。ペドロです。なんで田村さん、ペドロ、ペドロって。ペドロじゃないです。ペドロ。ペドロ。はい。ちょっと今イラッとした言い方しましたね。してないです、してないです、全然してません。ペドロ・モラレスのペドロです。ペドロ、はい、ペドロ・オタービオ。ペドロ・オタービオ、はい。で後に、うん、武藤敬司選手と、うん、新日本のリングで、うん、異種格闘技戦
的な試合もしてます、うんうん、でこれが格闘技側の選手からすると、うんプロレスのリングで総合格闘技ごっこみたいな試合をしやがってという批判の的になった試合でもあるんです、その武藤オタビオという試合が。あ、でキクちゃんが噛みついたんですか。キクちゃんが噛みついたかどうかちょっと瞬間的には思い出せないんですけど、うんうん、まあろくな死に方しないとは言ってないと思いますけどね。はい、でそのペドロ・オタービオの、うん前回の収録で私あの適当に200発って言っちゃったんですけど、うんうん、120発以上のパンチ、マウントパンチを食らって、うん、それでも戦い続けた大原選手、ね、ははは1996年8月4日、はい、大原選手とペドロ・オタービオ選手がバーリートとの試合でやって、はいはい、ペドロ・オタービオが、まあ、マウントパンチですかね、はい、120発を大原選手に浴びせたと、はいはいで、まあ、結果惨敗ということになって、うんうん、でも120発もらってたらだいぶもう顔、うん、いやもう大変ですよ、もう血だらけですよね。そうですよね、うん、そんなこう、まあ、写真とか見た記憶あります、はい、ありますよ、もちろんあります。あ、はい、目腫れてたり切れたり、もちろん腫れてますね。もう血だらけですか。血だらけですね。あでそれでもセコンドにいた堀部さんは、うんタオルも投げないし、うん、本人もタップはしないという、 うん、まあでも今そのだからバーリートゥーズの試合でマウントパンチ120発っていうのはちょっともう今となっては考えられないですね。常識は外れてますね。ですから国宝としてみれば他流試合に臨むと、うんうんうん、もう命がけで他流試合に臨むという出陣の仕方だった、うん、あそういう精神で、はい、あでそういう打ち出し方を国宝もしてましたし、うんマスコミメディアもそういう報じ方をしてましたから、うんうんうん、だからいわゆるスポーツとしての MMA ではなく、うんうん、スポーツとしてのバリトゥードではなくて本当に対流試合ですね、うんうん、ですからセコンドの堀部さんも、うんまあタオルを投げなかったし本人もタップをしなかったということがあったわけです。まあこれはもう当然当時でも賛否両論はあったわけで、うん、で国宝というのはその格闘技界に思想的にも技術的にも影響を与えているというイメージがその当時はまだあったわけですけれども、うんうんうん、その国宝が、うん、国宝所属の選手が出ていって実績を残せなかった、うん、結果惨敗のイメージを残してしまったと、うん、いうことで格闘技通信が、うん今まで国宝にページを割きすぎていましたという記事を掲載したわけです、うん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 、その時の編集長はこの編集長はね、浅岡さんという方です。浅岡さん、山本さんじゃないんですよね。兼任されてたとおっしゃってますけど、この浅岡さんっていうのは、うん、格闘技通信の方では、当時ノーフェイクという、うん、ことを掲げていて、うん、要はフェイクは絶対に載せないと。ああ、なるほど。フェイクというのはプロレスとかその辺のことを指しているわけですけども、うんうんうん、もうすっぴんで行こうと、はい、それメイクですねすっぴんでもうこう自分の等身大で行こうと。はいはいはい、本当にうまいのか何なのかこうどう答えていいのかわからなくなる時がありますけど、まあノーメイクではなくてノーフェイク。ノーフェイク、はい、はいはい、ですからプロレスと格闘技はもうはっきり分けると。で八百長もダメ、うん、真剣勝負しか載せないと、うん、簡単に言うとですね、うん、そういう理念を掲げていたんです、うんうんうん、ですから浅岡編集長は、ねうん、そういう理念のもとにその当時の格闘技通信を作っていて、国宝がそういう惨敗の仕方をしたと、うんうん、で国宝を今まで持ち上げすぎてました的なことで、うん、ページを割きすぎていましたということを書いたのが確かね安西さんだったと思うんですよ。安西記者だったと思うんですね、うん、安西さんがそのページを割きすぎていましたっていうのを書いたっていう記憶があるんですけど、これちょっと間違ってたら、うん、あの訂正していただきたいんですけど、うんうん、もしかしたら確か浅岡さんじゃなかったような気がははまあまあ格闘技通信でそのページを割きすぎてしまいましたっていう表現はされたってことですね。一記事の中ですね、うんはいはい、でそれを見たターザン山本が、うんはいまあ、その当時週刊プロレス編集部と格闘技通信編集部、うんまあ、隣にあったのかどうなのか分かりませんけれども、うんうんうん、バチバチですね、うん、見て、うん、もう即座に駆けつけていって、うん、安西っつってほうドアをガラッ、はいまあ、ガラッと開けたかどうか分かりません、はい、山本さんと安西さん、まあ、上司と部下っていう、はいはいはい、もともとはですね、はい、
でもその辺にある灰皿から何からこう安西さんに投げつけた。それ今ちょっと誇張して言ってますけど、何かを何かを投げたっていうのは記憶にあるんですよね。ほう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 。現場にはいらっしゃる。いません、いません、はい、私それはベースボールマガジン社の社員ではないので。どこ情報ですか。これはね、結構いろんなところで聞きましたね。はい、ははは、あ、なるほど、うん、で、多山山本さんからも聞いたことありますし、うんうん、で、うん、これここで田村さんが逆になぜここに興味を持ったかということなんですよ、はい、ああ、だからターザン山本さんが激怒っていう、うん、この、はいはいはい、そのワードしか僕耳に入ってなかったので、うん、あのどういった経緯でどういう理由で激怒されたのかっていうので、うん、あの腑に落ちました、はいはい、今ので、ターザン山本さんと堀部、うん、師範はすごく仲が良かったんですね。もう相思相愛で、はい、お互い喋っていると、はい、どっちが喋ってるか分からなくなるぐらい、ちょっとどっちが喋ってるかっていうの、本人もね分からなくなるんです。もその声質も似てるってことですか。もう声質も似てますね、どちらかというと、うん、ほうほう、思想でも喋り出すと、うん、思想的にもそうですし、ほう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 、喋り出すと止まらなくなってですね、そののめり込み方みたいのが似てるんですよ、二人とも。ほう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 、もうこう熱を持って喋り続けるって、うん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 、で。ターザン山本さんが言ってたのは、うん、自分が喋ってるのか、うん、堀部さんが喋ってるのか、うん、時々分かんなくなるんだよみたいなことを言っていて、うんうん、堀部さんも同じようなこと言ってました、うん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 、だからすごく似た者同士で、うん、そのパッションをぶつけ合っていたみたいな、ほう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 、時期があったんですね、はいはい、うん、同年代ぐらいですかね、そうでしょうね、まあ、ほぼ、うん、ほぼ同年代だだと思います。馬があった感じですか、うん、堀部さんが亡くなったのが確か74とか75でしたから、うんうん、ちょっと堀部さんの方が上だったかな。あ、 上ですかね、うん、これあのターザン戻していいですか、はい、ターザン山本さんがこの安西さんにページを先す、うん、コッポンにページを先すって、これ安西さんじゃなかったら安西さんに怒られますね。あ、ごめんなさい、じゃあ安西さんじゃなくて、ね、まあ、A さん、記者 A さんが、はいはい、格闘技通信にコッポ、うん、コッポにページを先すいてしまいましたっていう、うん、こう、まあ表紙じゃないか、はい、まあ一記事でね書きました、はいはい、出ました。それが活字になって、うん、山本さんは何に対して激怒したんですかね。ですからそこで国法の方向性がやっぱり間違っていた、うんうん、でこれからの格闘技というのはまあ測定可能になっていくわけだから、うん、で国法がやっぱりそのバーリトゥードに関しても、うん、いろんな戦術とか戦略とか含めて、うん、堀部さんは結構マスコミの中でも言って、うん、マスコミ上言ってたんですね、うん、こうやったら勝てる、うん、こうやったら勝てる、うん、みたいなことも含めて、うん、あのバーリトゥード研究家的な側面もあったので、うん、研究家、はい、でそれが証明できなかったということは、うん、コッペだって国法は認められないと、うんうん、うん、そういった書き方、見え方になってしまったので、うんうん、堀部さんと相思相愛のターザン山本さんとしては、うん、お前なんてこと言うんだと、うんうんうん、ということでやっぱ激怒するわけですよ。じゃあ、うん、山本さん的にはもう少し国法っていうのを、うん、もう温かい目でちょっとこう、うん、育てるっていうか、そういうふうに見てほしいとかっていう発想なんです。それとももうページを先過ぎてしまいました、なんて記事を書くんだっていう、そのクリエイターとして怒ったんですかね。全部含んでのものだと思います。全部含んだものが瞬間的に怒発点をついてこう安西さんにぶつかったんだと思いますけども、うんうん、山本さんね結構そういうタイプなんですか。そういうタイプ、もう仕事になると、はい、もうスイッチが入るとそういうタイプですよ。ほ、うん、そうだから、そうですね、これちょっと本筋から離れるかもしれないんですけど、うんうん、やっぱ当時のターザン山本とか、うん、まあ、堀部さんなんかは割と怖いイメージがあったと思うんですよね。ですけどその裏はすごくおしゃべり好きだし、うん、おしゃべり好きっていうとちょっと可愛いイメージになりますけど、うん、とにかく前のめりにいろんなことを分析して言語化していく能力というのは、うんうんうん、ターザン山本も堀部さんも
お二方とも会ったので、会ったのでって、まあ、太宰元まだ生きてますから、現在でもあるんですけれども、でも私はあんまり山本さん怖いイメージはないですけどね。あ、どんなイメージですか？割と、なんですかね、もう親戚のおじさんみたいなイメージですね。田村さんの親戚のおじさん。いやいやいや、一般的な、一般論として。あ、いや、じゃあどちらかというと穏やかで優しい。穏やかで優しい。そうですか。うん、後のターザン山本はなんとかなんですよみたいなね、ちょっと、奇人変人的なキャラクター化して、キャラ化されてますけど、おそらくそういった面を引き出したのって上プロが最初だと思うんですよ。ああ、なるほど。それまではどちらかというともう真面目で、情熱的で、まあ、ちょっと変わってる、一風変わった編集長っていう感じでしたけれども、神プロとかでは割とその裏の部分だったりとか人間的な面白さをこう引き出すことが多かったので、神プロの場合はですね、だから今となってはターザン山本のキャラクターもいろんな人がこういじったりしてますけれども、それは僕から言わせるとですね、前田明がアントニオ猪木の悪口を言うなと、猪木さんの悪口を言う人に対して激怒するような感じがあるんですよ。だからターザン山本のキャラクターは確かに神プロとかではこういじりやすいキャラクターに変えていったりとか引き出したりとかしましたけれども、前田明さんが猪木さんの悪口を言っていいのは俺だけだっていうようなね、感覚に近いというか、ターザン山本をいじれるのは神プロだけだみたいな、そういうことなんですね。だ、堀部さんに対してもそういうところはあったんです。だから全然関係ない方とか、そのおちゃらけ、奇人変人キャラとしてのターザン山本や、堀部誠司さんを何にも関係ないこう若手とかがいじったりしてると、ちょっとカチンときたりはしてましたね。それはあれなんですかね、やっぱちょっとそういうクリエイターとして尊敬してる部分があるから。全然尊敬してますよ。ああ、そうなんですか。ターザン山本尊敬されてますから。はい、へえ、尊敬してます。肩書き今更ですけど何でしたっけ。わかりません。神プロ編集長の古くから友人っていうことです、はいはい、もう久しぶりに言いましたね。言いましたね。自分が何者かさっぱりわからなくなってますから今。はい、古くから友人の方は、ターザン山本さんのことはやっぱ尊敬されてる、尊敬といってもいろんな尊敬があるので、一口に尊敬っていうことは言えない部分もあるんですけれども、非常に影響は受けましたし、その前の週刊ファイトの愛編集長、井上編集長っていう亡くなられましたけれども、この方にも影響を受けましたし、井上編集長とターザン山本さんによって、やっぱりその活字プロレスというものが生まれて、その活字プロレスによって影響を受けたっていうのはもう間違いないことですよね。それはなんか貴重な、だから井上編集長とターザン山本がいなければ神プロも生まれてないと思いますね。なるほど。それも喜びますね、ターザン山本さん。いや、そんなことないんじゃないですか。いやいや、嬉しいと思いますよ。だからなんかこう正当的な、そのキャラ的なものだけではなくて、ちゃんと山本さんの功績とか、そういったものを残したいなとは思ったりすることもありますけどね。残すっていうのはどういうことなんですか。いや、深掘りはしないでください。なんか喋ったりとかですか。なんかできないかなと考えることはありますけど。じゃあ今度なんかターザン山本のすごいところみたいなのでお話。いや、でもターザン自身はもういろんな人といろんなところで、ツイッター、現 X ですけれども、X とか、YouTube とかいろんなところでも発信しているので、まあいいんじゃないですかね、もうそれはそれで。いいんですか。いや、なんかちょっと聞いてみたいなっていうところもありますし、ターザン山本さんって僕のイメージですけど、仕事に対してやっぱりこう一歩、譲らない感じがするんですね。で、普段はそういう親戚のおじちゃんっぽいイメージなんですけど、
もうかつこう文字とか活字とか、うんうんうん、その自分の仕事のないであれば、あそれはもうそうだと思います。おっしゃる通りだと思います。もう一本も譲らないような、うんうん、前田明に対してもそうでしょうし、うん、猪木さんに対しても、うん、ここっていうところはこう、うん、記者として仕事を全うされてたんじゃないかなっていうふうに想像します。はい、そうだと思います。うん、だからまあ裏でまあ例えばジャイアント馬場さんと会食とかして、うん、馬場さんすごいですね、うん、とこうごますることはあったかもしれませんけど、うんうん、実際その週刊プロレスって自分の庭の中ではちゃんとそこへ、うん、まあいろいろ袖の下をもらったりとかね、はい、そういうある意味人間らしいところはありますけれども、はいはい、うん、うん、でも僕はその奇人変人としてのターザン山本だけではな い, ない部分っていうのは感じ取っていましたけどね。でまあターザン山本はもう自分でこう自分のことを才能があるというふうに公言してはばからないからこっちはいじるんですけど、うん、まあ確かにその才能っていう部分とか、うんうん、表現方法にしても何にしてもまあ素晴らしいものは持ってると思いますよね、うんうん、まあでも実際ね週刊プロレスその活字プロレスというか、うん、あまり今では今2023年はもう SNS とかネットで情報が仕入られます、うんうん、仕入れられますけど、はい、当時我々プロレスファンって言ったら週刊プロレスとかまあもちろんテレビ中継見てましたけど、うんうん、週刊プロレスだったりで、うん、活字で知ることが多かったので、うんはいはい、やっぱ大きいですよねその存在っていうのは大きいです、うん、でそのターザン山本が史上まあ市場っていうのは雑誌の上でスターにしていったのが堀部さんなわけですよ。ですからその、下世話な言い方をすると商品価値を落とすなと今まで作ってきたスターである堀部さんをの商品価値を落とすようなことをなぜ書くんだと、うんうん、身内のお前がという激怒の仕方も含んでるんだと思いますけどね、うんうん、なるほどね。で堀部さんは堀部さんでやはり、スターにしてくれた恩をターザン山本さんに対して感じてたでしょうし、はいはい、そうですね、まあ、だからそういう意味で相思相愛というか、そうですね、気があったんでしょうね、はい、はは、じゃあ堀部さんの気持ちをターザン山本さんが、格闘技通信でページを咲き過ぎてしまいましたに対して激怒されたということですね、うんうん、で堀部さんもやっぱりこの後ねあのインタビューを読み上げたりすることがあると思うんですけど、うんはいはい、やっぱり喋ってることが活字になりやすい人なんですね、すごく、うん、で田山本さんもそうですけれども、うんうんうん、なるほど、うん、あのすごくやっぱ言語感覚も鋭いですし、うん、その武道とか武術の研究家としても長けてると思いますし、うんうん、面白い存在だと思います。はい、そうですか、わかりました。ちょっと一回切りましょうか、はい、もう20分ぐらい喋ってますんで。はい、なるほど、すごくあのターザン山本さんと堀部さんの関係とその当時の週刊プロレス格闘技通信の立場で、ページを咲き過ぎてしまいましたっていう山本さんの激怒の理由がちょっとよくわかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。貴重なお話を、はい、堀部さん3話目になります。堀部さん3話目になりますが、今回は新に、はい、堀部さんが、新日本と猪木さん、はい、ベイダー、まあ、船木さん、山田さんの関係をちょっと深掘りでお聞きしたいんですけど、うん、なんか新日本の会議に出席されたとか、まあ、実際にその会議に出席されたかどうかは分かりませんけれども、うんうんうん、漫画家の永井豪さんっていらっしゃいますよね、はい、デビルマンとかマジンガー Z、 バイオレンスジャック、はい、マジンガー Z、 ハレンチ学園、はい、もろもろ書いた、すごいです。永井豪さんと あれキューティーハニーって永井豪さん、永井豪さんです。ああ、はい、そうです、そうです、はいはいはい、ですからもう、エロ川路線から、うん、神秘ものまでこういろんなジャンルを書いてらっしゃるんですけれども、うんうんうん、ヒーローものも含めてですね、うんうんうん、その永井豪さんもプロレス好きだったわけですけれども、うんうんうん、その永井豪さんがビッグバン・ベイダーっていう、こうキャラクターを考えたのかな、うん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 、でそっからこう当時新日本とも、うん、船木さんや山田さんや猪木さん、スコット・ホール、うん、
が道場に行って、うん、接点を持っていた国宝の創始師範である堀部さんも新日本と接点があって、うん、でその永井豪さんとか堀部さんとか含めて、はい、ベイダーっていうキャラを作っていったんだという話はまことしやかにありますよね。うん、もうその当時私はまだあのプロレスや格闘技と実際に仕事をしているわけではなかったので、実際はちょっとわからない、目撃はしてないんですけれども、うんうんうん、そんなような話はありますね。ほうほうほう。で、堀部さんからもその話は聞いたことがあります。ほう、はい、ちょっとかいつまんであれすると、うん、ビッグバン・ベイダーが生まれたの永井豪さんと堀部さんと、まあ、新日本プロレスのいろんな方のアイデアの、まあ、結晶みたいな、うん、まあ、他の、ね、はい、アイデア出した方もいらっしゃったかと思いますけど、はい、その中には堀部さんも関わってってらっしゃったという話ですよね。うん、で新日本のいわゆるストーリー作りとか、うん、そういったことにもアドバイス的なことをしていたっていう話は聞いたことありますけどね。ほう、堀部さんが。はい、ほほほほほ。で、新日本プロレスと、うん、そのビート当時のビートたけしさんがやっていたスーパージョッキー、うん、で堀部さんがそのスーパージョッキーに出たりとか。ああ、出てましたね。はい、はい、頑張るマンだったかな。うん、頑張るマン、はいはい、そんなような、新日本との縁で、うん、ビートたけしの番組に出たりとか。で今度ビートたけしがビッグバン・ベイダーを引き連れて新日本のリングに上がってきたりするわけですよ。ですからすごく激動の1年、1987年という激動の1年があって、うん、その86年87年あたりに堀部さんは新日本プロレスと大きく接点を持っていた、うんうん、っていうことですね。うんうんうん、でそういったことを今度ターザン山本さんが週刊プロレスでもフューチャーして、うんうん、堀部さんが市場週刊プロレス市場でもどんどん有名になっていくという、うんうん、ことですよね。うん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 、で新日本プロレスは、UWF、うん、第一次 UWF がなくなって、はい、新日本プロレスと業務提携をした UWF があって、はいはい、その UWF 勢は1987年に前田明さんが長州力さんの顔面を蹴っ飛ばして、うん、出場停止となって、うん、で1988年に新生 UWF を旗揚げするという流れになるわけですね。はいはい、で前田さんが長州さんの顔面を蹴っ飛ばしたのが1987年の11月です。11月、はい、11月19日だったと思います。間違ってたら申し訳ないんですけども、うんうん、でビッグバン・ベイダーがビートたけし、うん、TPG たけし軍団に引き連れられて初登場したのが、うん、同じ1987年の12月の27日両国国技館ですよ。ほう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 。でこれ大暴動になったわけですね。で最初は猪木長州の最終決着戦的な打ち出しがあって、うん、猪木長州が組まれてたわけです、うん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 、ですけど、ビッグバン・ベイダーを引き連れた TPG、うん、ビートたけしさんもその時リングに上がりましたよね。上がりましたね。で、ガダル・カナル・タカさんとかが、うんうん、お客さん聞いてくださいって呼びかけたりとかしながら、うん、猪木さんも出てきて新日本勢も出てきて、うんうん、で猪木さんがじゃあこのベイダーの挑戦を受けてやると言ったんですけれども、うん、ベイダーもこんなでっかい甲冑みたいなね、うんうんうん、有名なあれをして、うん、非常にこうマンガチックな登場の仕方をしたわけですよね、うんうん、でもその時のお客さんは猪木長州戦を見に来てるわけですよ、うん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 、でじゃあ猪木ベイダーがやるとなったら長州さんは弾かれるわけですから、うん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 、で長州誰だっけな、長州正斎藤対木村健吾誰それみたいなタッグマッチになったんですよね、うん、結果的に、うんうん、でもそしたら場内大やめろコールですよ、うん、試合中でも、うんうんうん、確か5、6分の試合だったと思いますけども、うんうん、5、6分間ずっとやめろコールが止まらなかった。あ、うん、で長州さんがマイクで、うん、頼むから頼むから試合だけはやらせてくれって言ったシーンがありましたけれども、うん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 、でそれぐらい猪木長州ってのは期待されてたんですね、うん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 、でもその時の新日本は TPG の方に針を振ったわけですよ、うん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 、でビートたけしもリングに出てきて、うん、ビッグバン・ベイダーっていう新たなスターを生み出そうとして、うん、そっちの方向に舵を切ろうとしたんですけども、うんうん、その賭けが見事に外れてしまったと、うん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 、で猪木ベイダーがやって、猪木さんは3分ぐらいでベイダーに敗れるんですよね、うんでそれでも収まらないので猪木長州戦がまた新たに組まれて、うん、みたいな流れだったと思います、うん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 、ちょっと外れてるところがあるかもしれませんけれども、うん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 、
で要するにその新日本が瞑想状態に入っていく、はい、猪木さんも現役としてどんどん力が落ちてきていて、うん、で1986年、1年前の10月には前田ニール戦という異種格闘技戦の金字塔のような試合があって、うん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 、その時のメインが猪木対レオン・スピンクス、はい、で猪木・スピンクスはもう凡戦に終わってしまったわけですよね、うんうん、で週刊プロレスの、増刊号だったかの、本誌だったか忘れてしまいましたけど、前田猪木に勝つというコピーが踊ったわけです、うんうん、間接的に前田の試合の方が猪木さんの試合よりも面白かったという、はい、歴史的な一日があって、うんうん、で UWF の人気がうなぎ登りになっていったんですよね、うんうんうん、でもその UWF のが出場って前田さんの出場停止により新日本から離れていってしまう、うんうんうん、じゃあその後の路線をどうするんだという、ね、はい、でまあテレビはギブアップまで待てないみたいなバラエティ路線にもなってるし、うんうんうん、非常に新日本のその路線が揺らいでいる時期でもあったと思うんですね。でそういう中に出てきたのがビッグバン・ベイダーだったんです。で長谷博士がデビューしてますよね、この時に。ああ、12月27日、はいはい、IWGP を初挑戦で取ったのかな、ちょっと記憶、ああなんかそんな記憶ありますね。確かそうですよね、うん、ごめんなさい取ってなかったら申し訳ないですけど、確か長谷博士が戦列デビューをしたという記憶があります、うん、でこのまた長谷博士が大きく後の新日本を、うん、変えていく、変えていきました、変えていくうちの一人になっていくんですよね、うんうんうん、はあ、うん、まあ、ちょっと整理、簡単に整理させていただくと、はい、1987年11月19日に、まあ、11月にしておきましょうか、はい、1987年11月に、前田長州襲撃事件がありまして、はいはい、その約1ヶ月後、はい、まあ、12月27日に、新日本の両国国技館大会があって、ビートたけし率いる TPG、はい、たけしプロレス軍団、はい、が両国のリングに上がってビッグバン・ベイダー、はい、猪木と戦え、はい、で猪木長州戦が流れて、猪木とビッグバン・ベイダーが急遽試合始まって、はいはい、まあ、両国の暴動事件ですよね、うん、大暴動事件、大暴動事件、そこまでつながっていくと、あれはすごかったですね本当に、あの暴動は。その当時どこいらっしゃいました？あ、僕現場で見てました。あ、会場に、はい、会場にいました。現場からお伝えいただいてもよろしいですか。長州力のそのタッグマッチ、うん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 、急遽変更になって、うんうんうん、そのあの時のダイヤメロコールはね、うん、記憶に生々しく残ってますね。あ、まあ、試合なんか見てないですよね。見てないです。あ、見てないというか本気でやめさせようとしてます、ね、試合、こんな試合見たくないっていう、うん、まあ、猪木長州を見に来てるお客さんですから、はい、長州もなんで急遽猪木ベイダーを認めて、うん、こんなタッグマッチに出てきてるんだっていう雰囲気にもなってるわけですよ。ほうほう、長州力さんはまあ当時人気絶頂ですよね、うん、その前田さんに顔面襲撃されて、うん、そのイメージがどうなったかっていうことも含めて、うんうんうん、その再起戦だったわけですから、そう、すごい雰囲気でしたよあの会場は。はでその TPG たけしプロレス軍団、はい、で入ったのが後の邪道下道だったりするわけですよね。新日本のもうブッカーや今現在までやってんのかな、邪道下道ってことですか。あ、武プロレス軍団に入ったんですか。入ったっていうか、そこで入門したんじゃないですか。ほう、邪道下道が、あれね、ちょっとこれだいぶ話それてますけど、はい、なんかちょっと堀部さんからだいぶ話がそれちゃいましたけど、まあ、そのまま行きましょうか、はい、武プロレス軍団の日本放送のラジオで、うん、なんかオーディションみたいなのやったんですよ、はい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 、そのオーディションに来たんじゃないかな。来たんでしょうね、ジャゲが、ジャゲジャドーゲドーが、うん、はいはい、ジャドーさん、ゲドーさんが、はいはい、ははははだからこの1990、あ、ごめんなさい、1987年12月27日には、うん、後のプロレス界の流れを作っていく男たちが、うーん、こう計らずも集結してきてるわけですよ、うんうんうん、長谷博も大きなキーポイントになりましたよね、うんうんうん、長州力、UWF を追い払った長州力もいて、うん、
うん、ビッグバン・ベイダーというキャラクター、大きなキャラクターが出てきて、うん、でなおかつその TPG たけしプロレス軍団のオーディションに邪道下道が来て、うん、邪道下道も後の新日本プロレスとは大きく関わってくるわけですよね。はあ、これでもここの前田さん長州さんの襲撃、前田明どうなる、まあ新日本プロレス解雇かで、そこの1ヶ月後に TPG の両軍の大暴動事件があって、うん、はいはい、でその流れからの UW、うん、新生 U の旗揚げですか、旗揚げ2月ですから、はい、そのねもう1ヶ月弱、うん、1ヶ月弱ぐらいに発表されてるんで、はい、でその3ヶ月5ヶ月2月からなので3ヶ月後の5月に旗揚げするんで、うん、その流れだとやっぱもう前田さん注目度は前田 UWF になっちゃいますよね。 ですから週刊プロレスも、うん、当時の週刊プロレスももうガッと UWF の方に、うん、まあ、切り替えちゃった、針を振りましたよね。あ、うん、まあそうですよね、15分で後楽園ホールのチケットが完売みたいな、はい、完売みたいな、もう表紙になりましたよね、はいはい、チケットが表紙になったのは、なったのはね、後にも先にもあれ1回だみたいなことはありますけど、スターティングオーバー、うん、へえ。だから大きなターニングポイントであることは間違いないです、うん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 、でそこの、キャラクターを生み出すアイデア出しとかも堀部さんがしていたという、ですからプロレスはもうエンターテインメントの方に行って、うん、格闘技は格闘技でちゃんと、うん、やっていこうよっていう流れがこの時から生まれてると言ってもおかしくはないんですよね。でも今度バイリトゥード時代が到来するまでに UWF が生まれ、うん、UWF が今度3派に分かれ、はい、で佐山悟さんはシュートをやり、うん、格闘技には格闘技の潮流ができていくわけですよね。で堀部さんとしてはそのプロレスと格闘技の両方を行ったり来たりしていたわけですけれども、うんうん、バイリトゥードに関しても、うん、こういった試合は骨董が一番いいと、うん、骨董が一番であると、うん、いうこともずっとマスコミの上でも言ってたわけです、うん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 、でそれが96年、骨董所属の選手が出ていって惨敗を喫してしまって、うん、大原ペドロオタビオですね、オタビオ、はい、まあ、ペドロオタビオは、まあ、北尾浩二選手とかにも勝ってる選手ですけれども、うん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 、まあ、当時はそのいやペドロっていうのは大した実力じゃないとか呼ばれていたので、うん、このペドロ・オタビオっていう相手はコッポーにとっては美味しいよみたいな意見も中にはあったりもしたんですけど、うんうんうん、へえ、なんか今回はそのビッグバン・ベイダー堀江さん永井豪さん、今堀江さんって言いました、堀部さん堀部さんのその関係から、はい、TPG に飛び、うん、長州 前田長州襲撃事件に飛び、うんうん、はい、だから猪木さんと堀部さんの関係がどういう関係だったかっていうのはもうちょっともう少し調べてみないと見えてこない部分もあるんですけども、なるほど、じゃあそれはちょっと次回、はい、一時期こう堀部さんがあの太宰山本さんとかを通じてなのか、うん、新日本と接近していたことは事実ですよね、うんうんうん、なるほど、じゃあこれ一回切って、はい、次その猪木さん関係の話をお聞きしてまだやるんですか、まだやりますそうですか、猪木さん、船木さん、山田さん、うん、ありがとうございました、ありがとうございました、堀部さん4話目になります、よろしくお願いします、はい、ちょっと簡単にまとめます。1話目が猪木、船木、ベイダー、山田、また堀部聖氏はプロレス界に何をもたらしたか。2話目、骨董惨敗でターザン山本大激怒。3話目、マット界を揺るがす大事件に堀部聖氏の影あり。で今回が4話目になります。で今回4話目はですね、猪木さんと、まあ、船木さん、山田圭一さんの、堀部聖氏さんとのちょっとご関係、はい、などまあまあ皆さん多分ワードを聞いたらざっくりで、そうですね、ですから1986年10月に、
猪木スピンクス戦、猪木のスピンクス戦、前田明対どんなかやニール戦という二大主格闘技戦が行われたんですけれども、まあこれはいつかの収録でも言ったと思うんですが、前田ニール戦の熱が猪木スピンクス戦を上回り、週刊プロレスの表紙がもう前田猪木に勝つという、間接的に前田明の存在が猪木という存在に勝ったんだという日だったんですね。歴史的な一日だったんですけれども、その猪木スピンクス戦の前に、猪木スピンクス戦でも結構盛んに出してました猪木さんのこう浴びせ蹴り、いわゆる浴びせ蹴りですね。大車輪キックとも呼ばれてましたけれども、まあ浴びせ蹴りとニールキックと大車輪キックですか、大車輪キック、まあ、ニールキックも大車輪キックって呼ばれてましたっけ、まあちょっと古舘さんがつけたんですかね、ちょっとその辺記憶がまた混在してるんですけど、まあ浴びせ蹴りと、まあニールキック、ニールキック、フライングニールキックは前田さんがよくやってたやつですね。今なんかニールキックっていうとピンとこないですね。そうですね、ニールキック、ニールキック、どんなかやニール戦、まあニール、何ですか、なんかもうニールっていうワードがおかしくなってます、久しぶりにニール戦とニールキックが混ざってしまったということです、ね、なんか久しぶりに 発したんで、あの熱中症に気をつけてくださいね。熱中症じゃないです。高校の時はニールキックったらもうゾンってはまってたんですけど、今もう何年、30年経ってニールキックって、ニールキック、ニールキックってずっと連呼する、なんか変な言葉になってるんですよ。あ、なんかそういう時ありますよね、ニール、ニールこれってなんだ、大車輪キックって何だったっけって思っちゃうことありますよね、まあ浴びせ蹴りが骨法でいう名称、はい、浴びせ蹴りですね。でこれ、スピンクス戦で確か出してたんですよ、クリーンヒットはありませんでしたけど、でその浴びせ蹴りを、猪木さんがコッポの堀部師範に教わったということがあって、でもともとは、堀部さんは猪木さんに挑戦をするというね、戦いたいという意思表示をしていたことがあったんですけれども、そこがどういう縁か、今パッと思い出せないんですけど、猪木さんが骨法に整体を受けに行ったんですよね。ちょっと体の具合、腰の具合だったのか、骨盤なのか何なのか、整体を受けに行って、で堀部さんが、うちは整体だけではなくて、武道もやっているんで、っていうちょっと見ていきませんかみたいなことから、こうその浴びせ蹴り伝授の話につながっていったみたいなことが言われてますけれども、それは猪木さんがその整体骨法に通われたっていうきっかけは、なんか誰か間に入った人がいたんですかね、いたんでしょうね、紹介でいたんでしょうね、いたんだと思います。まあ骨法のその整体をやられてた、その施術をやられたっていうのは、ちょっと私も記憶にありますけど、そこのもっとなんて弟子っていうんです、ヒロトさんいるじゃないですか、ファンクラス、初期の頃のレフリー、あの方が割とそのそういう政治技術はすごく評判いい方で、そうですね、有名ですよね。でまあもともと骨法を習われて、ああ、ヒロトさんとごめんなさい、またちょっと話が、船木さんもそのつながりですね。あ、そうですか。おそらく。そうでしたっけ。船木さん、コッポ行って、ヒロトさんと多分そこで知り合ったんじゃないですかね。で、後々パンクラスで、ヒロトレフリーが、ヒロトさんがレフリーとして誕生して、で、ヒロトさんは、まあ、ちょっと話、戻しますけど、ヒロトさん、まあ、ヒロト道場っていう、自分の。施術の。はい。ですよね、自分がもう、指導代表というか、でそこは割とすごく評判がいいっていうことだったので、まあそれはまあヒロトさんの師匠は堀部誠司さんで、だからその流れで来てるので、まあ骨法っていう一つのそういう
マッサージなのか整体なのか、うん、そういう技術はしっかりされてるのかなっていう。そうですね、だから最初そっちで、あれかな、話が広がってったんですかね。あ、うん、でもこう一方ではこの武道家としての側面を持っていて、うん、であるいはその武道研究家、うん、武術研究家みたいな顔も持っていて、うん、で実際のその武道家としては堀部さんは何の実績もないとか、うん、いわゆるその大統領とか、うん、国法の正式な、うん、なんていうんでしょう、後継ぎではないみたいなことだったりとか、うんうんうん、だから武道家としては本物ではなく偽物だ的なことも言われてはいた、いましたよね、うん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 、当時から武道家としては、うん、はい、はい、ですからまあそのいろいろこう何流何流みたいなね、うん、ことも含めて小説あるんですけれども、うん、こう猪木さんが堀部さんのその骨法っていう生態通われた頃っていうのは、はいはい、堀部さんが猪木さんを触ってたんですかね。そうだと思いますよ。そういうことですよね、はいはい、で当時のね、でも1987年、8年とかの堀部さんってすごい体してましたからね、うん、肉体的に、はい、分厚かったですよ当時は。80年確かね、あれ何年だったかな、なんかの出版記念パーティーかなんかで私お会いしたことがあって、うんうんうん、あ、こんな体してんだと思って、うんうんうん、びっくりしたことあります、ね、まあ、うん、はい、背は、うん、そうですね、ターザン山本よりは若干低いのかな。そのターザン山本を基準にするとターザン山本意外とでかいんですよ、はい、あの視聴者の方が、はい、タムちゃんよりはちっちゃいと思いますよ堀部さんは。タバコで比較する、タバコの方が比較しにくいです、しにくいです。タバコいくつあるんだって話ですから、170センチで言うと、うん、170よりは上だと思います、ね、上ですか、はい、堀部さんが、はいはい、175ぐらいですかね。5ぐらいあるのかな。175でパッと見体重はどれぐらいですか、うん、いつのですか、その時お会いされた時はね、おそらく100近くあったんじゃないかなと。 100?、はい、いや100はないな。それね、山田圭一さんぐらいですよ。そうか、山田圭一さんでも100ないぐらいですから。じゃあね、85。当てになんないな当てになんないですね。もう何十年も前ですからただ分厚いというのは、うん、はっきり覚えてます。うん、うん、あ、まあ鍛えられてたんでしょうね。鍛えてたと思います。はは、まだ動で、まあ、晩年ちょっとね、うん、あの病気されたりの時はもう本当に痩せちゃってましたけれども、だから90年ターザン山本とその相思相愛の頃は、うん、その分厚いと感じたのと晩年痩せたのと、うん、そのちょうど中間ぐらいの体格だったような気がしますけど、うんうんうん、80年代の堀部さんは確かにね、あの分厚かったし、うん、あの、なるほど、どんなかやニールセンが山田圭一さんを打ち破った異種格闘技戦があって、うんうんうん、あれ有明だったかな、うんうん、有明コロシアムかなんかで、有明だったと思いますね、ニールセンが引き上げるときに、うん、堀部さんがスクッと立ち上がって、うん、ニールセンのグローブをバーンとやってこうわーっと叫んだことありましたよね。あれテレビ中継に映ってましたけど、はあ、知らないです。あ、そうですか、はい、うん、なんかこう文句つけたんですよ堀部さんが。堀部さんはどっち側なんですか。山田さん側です。ああ山田さん側で、はい、山田さんの一応師匠格ですから、はい、でニールセン、あれも90年80年代の終わりぐらいですかね、ニールセンとやったの、うん、90年代かな、80年代か、うんうんうん、山田ニールセンは、ごめんなさい、ちょっとこれ皆さんに教えて、1989年とかそれぐらい、8年ですね、8年ですかね、三銃士が帰ってきた頃かな、1988年の、うん、8月とか9月ぐらいだったと思います ね、 そうですね、うん、そ、有明コロシアムかどっかだったと思いますね、うん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 、あ、なんとなくですけど、はい、新生 UW が8月13日に1988年、はい、格闘技戦、はいはい、あれが8月88年の8月13日、お、13日、はい、あ、でその1週間後ぐらいに8月20日とか、うん、そのあたりに新日本がやってるんです、ね、あ、じゃあ同じ年だったのかな、うん、もしかしたら同じ月ですね、同じ月の同じ月だと思います。本当ですか、はい、ちょっと調べてもらってもいいですか。何か喋ってていただければその間に調べます。そこはもうちょっとうっすらですけど、はい、前田
前田さんが、はい、ジェラルド・ゴールドと有明コロシアムで異種格闘技戦をして、はい、でその後だったの、うん、88年は間違いないですね。間違いないですか、はい、有明コロシアム。なんかその後の88年5月です。5月ですか、はい、あ、5月ですか。で藤原組長とニールさんもやってますよね。うん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 、それがそれいつですかね。それは、調べるので何か喋ってていただければ。いや今喋れないです。なんでですか。ちょっと僕の記憶頭が思いつかないですね。熱中症に気をつけてください。いや熱中症は大丈夫です。藤原どんなかやニールセンは8月9月違う7月7月とかじゃないですかね。これ書いてないな。動画は出てきたんですけど日にちが書いてないです、うん、書いてないですか。藤原義明7月8月前だったと思いますね。1988年の、はい、これ前だったらちょっと僕との記憶がつながりますね。あ、そうですか、はい、あ、2ヶ月後ですから7月ですね7月、あ、だから7月ですよね。7月ですね、はい、だから8月その有明格闘技前田に前田ゴールドゴールドの前ですよね。前です、はい、はいはい、あ、つながりました、はい、そのねちょっとなぜつながったかというと、プロモーションで有明コロシアムのプロモーションやったんですよ、はい、でそこで僕月お月で前田さんと前田さんの会と2日、あ、違う、高田山崎の会が1日、はい、で翌日前田さんの会で1日、はいはい、でどちらかで藤原そのニールセンの、あ、前田さんだろうな、うん、藤原さんとニールセンの試合はどうですかみたいな質問をしてました、ね、うんうん、ああなるほど、記者が、はいはいはい、あ、記者じゃないです、そのなんかプロモーションなんでファンの人から、ね、質疑を、あ、 Q&A コーナーみたいな、はい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 、今なんで質疑応答を Q&A に直したんですか質疑応答質疑応答でいいんじゃないですか。質疑応答でいいんですか、Q&A、はいはいみたいなファンの人が、うん、いいんじゃないですかね、なんでわざわざ今Q&A にしたのかな。質疑応答ってなんかちょっと堅苦しいかなって、記者会見でやるようなイメージだったんで、まあまあそこどうでもいいんですけど、でどこに戻りましょうかね。船木、堀部さんと猪木さんの関係が1986年のスピンクス戦、猪木スピンクス戦で浴びせ蹴りをされた、ちょっと前に浴びせ蹴りをされた浴びせ蹴りをされたわけじゃないと思う、一応伝授ということになってますけども、伝授、はい、伝授、そのあたりぐらいからですかね、お付き合いは。そうですね、はい、でそこで堀部さんも、うん、まあおそらくもともとはプロレスファンでしょうから、うん、いろんなアイデアを新日本に対して言うようになったりとかになっていったんじゃないかなと。で、まあ、有名な話としては、まあ、船木さんや山田圭一さんが国宝の門を叩いて、正打を、正打、正定を、伝授されたと。で武藤選手もなんか一時期国宝に行ってた行ってないっていう話もありますけどね、ただ武藤さんはその何を伝授されたということではなくて、鏡の前でポージングだけしていたっていう話もありますけど、そう、もうその適当に言わないでください、ね、いやいや、そんなような話があるということです、うん、多分膝が悪いから治療とかじゃないですかね、はいはいはい、骨法で。そう言われてみればなんか武藤選手も骨法と接点があったような、うん、ないようなというぼんやりとした記憶はありますけれど、うん、はっきりとは思い出せないですね、はははは、うん、何かこう資料を探れば出てくるのかと思いますけれども、うん、まあでも明確なのはね、うん、船木さんと山田圭一さんが、はい、猪木さんもそうですね、うん、やっぱり堀部さんとツーショットで撮った写真も残ってますし、うん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 、でもあれすごいですよね、うん、船木山田のそういうヤングライオンの時に、うん、骨董着を着てスタジオ撮影だったり、うん、はいはいはい、試合も確か出てたような気がするんですね。いやそうです、試合はちょっと記憶ないですけど、その骨董の道着というか、うん、衣装というか、うんうんうん、それを着た写真はあの骨董っぽいので出てましたよ、うん、試合そのロングロングタイツというか、どっちですか、船木さん山田さん、あ、両方とも、はい、へ、ちょっとこう記憶違うかもしれないですけど、船木さんは黒のロングで、
レガつけて、ああそうかそうか、山田さんスパッツじゃないですか、スパッツの上にこうレガスをつけてみたいな、はいはいはい、はい、ああ、山田さんは赤のロングスパッツにその上にレガースつけて、そうですね、あれもコッポの流れなのかな、コッポの流れだと思います。だからもしかしたらここは僕の想像ですけど、はい、堀部さんがまあ猪木さんと知り合って、でそこからまあビッグバンベイダーとかのなんか絡んだりするわけですよね、うんうん、はい、でその前に山田さん船木さんとかを、うん、あのこういうコスチュームで出たらどうかとか、うんうんうん、はい、こういうコッポの格好で、はい、まあ、まあ一つのこう構えですかね、うんうんうん、そういう、はい、客さんに見せるような、はい、そういうのをまあアドバイスしたんじゃないかなって、うん、で、UWF のレガースっていつから始まったんですかね、うん、あれ第1次からじゃないですか、第1次からやってたかな、やってたと思います。あの第1次が、あの革靴みたいにカパッとはめるんです、はいはいはい、はめる形だった。でレガースだけで、うん、第レガースの次にはもうレスリングシューズ履いて、うん、その上に足の甲まで隠れるようにレガースを履いて、そうスーパータイガーもしてましたよね、うん、あ、そうですね、はい、多分皆さんスーパータイガーとか、うん、あの佐山さんとか、うん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 、前田高田さんとか新日本プロレスの時はまだそのレガースですね、こうパカッてこう履くような、うん、はははは、でかかとの部分をね、紐をついてるんです、うん、もうそれだけなんで、うん、なるほど、やっぱりこう佐山さんとか、うん、まあ、この骨法なんかもそうですけど、割とこうそういう先端をうまく取り入れてましたよね、うん、うん、そうですね、うん、なかなかでもその第一次のレガースなんかね、発想にないですね、足、まあ、もともとそのブルース・リーとかね、うん、そういうオープンフィンガーグローブもブルース・リーから、うん、来てるみたいなこともありますけれども、はいはいはい、うんうん、そうです。で、あくび今堂々としてますけど、いや、あくびじゃないです、大丈夫です、これあくびじゃないんですか、大丈夫です、大丈夫です、はい、大丈夫というのはよくわかりませんけど、じゃあ、ええ、ちょっとこんな感じですかね、僕 よろしいんですか、もう何か言い残したことあります？今何喋ってるかもちょっとよくわからなくなってる。そうですね、さすがにずっと続けて収録してると頭ぼーっとしてきますね、うん、もうそろそろいいと思いますね、私たちも。そうですね、限界ですよね、はい、だから私的にはですね、はい、最初に1話目かな、うん、2話だ、はい、1話目が猪木、船木、ベイダー、山田、プロレス界に何を、渡辺、堀部誠司は何をプロレス界にもたらしたか、はい、で2話目がコッポ惨敗でタイガーターザン山本大激怒、はい、で3話目マットゴヤ揺るがす大事件堀部誠司の影あり、2話目が面白い、おすすめですかね。あ、そうですか。ターザン山本灰皿投げ事件、うん、まあ、灰皿かどうかは分かりませんけど、はい、そうですね、はい、うん、じゃあ 4話にわたってお送りしました、ね、はい、でじゃあいよいよ、うん、次からは、うん、この武者相撲、うん、マウントポジションの起源はこの国の戦国時代にあったというこの堀部さんのインタビューに入れるという認識でよろしいんでしょうか。行、うんうん、っちゃいましょうか。じゃあ いいんですね、はい、いいです、行っちゃっていいんですね。行っちゃっていいです、はい、行、はい、っちゃっていいんですか。何ですか。行っちゃいましょう。星野さんに向かって言った前田明の、ああそういうことですか。やっちゃっていいんですか。でしょ。やっちゃ、そうですね。もうそれすら分かんなくなってきてます。よく気づきましたね。はい、やっちゃいましょうか。はい、まあどこまで、まあ堀部さんっていう方がね、うん、ちょっと私もそんな深く関わった方でもないので、はいはい、うん、どんな方なのかっていうのは、まあ4今回堀部さんシリーズで、ちなみに、はい、まあ、1988年に田村さん新弟子として新生 UWF に入ってるわけですけど、うんうん、その当時コッポーの堀部さんって割とこう締めにも登場してたと思うんですよ、うんうんうん、週刊プロレスとか、はいはい、どういうイメージだったんですか、その当時は。あるいは90年に入ってからでもいいんですけど、90年代に入ってからでも。ああ、もうほぼ接点ないし、うん、その雑誌も見ても堀部さんとそのコッ
方、国宝イコール堀部さんというのは認識はあったんですけど、はい、まあ、正直言うとそこまでなんか興味はなかった感じですね。こうヒゲがうさんくさいなとかなんかそういうのは思わなかったですか？いや全然思わなかったです。誰だこの親父はって、うん、容姿では思わなかったですね。思わなかった、ね、まあ特徴のある方だなっていうふうに思いました。あとはちょっとこれ言っちゃってもあれでしょうけど、矢野匠さん、エセコッポ、はいはいはい、あの矢野くんが堀部さんのことをもうボロクソ言ってたのを、こう、うんうんうん、これも90年代後半ですよね。そうそうですね、うん、僕が聞いたのは2000年ぐらいですね、はい、アブダビとかその辺で聞いたということですかね、はいはいはい、だからまあそこはね受け手によっていろいろ意見とか変わると思うんですけど、うん、まあなんとなく堀部さんもまともな方なのかなと思ったりもする面もあり、うん、ターザン山本さんと馬が合うっていうとなんかちょっと変わった方なのかなっていうふうに思ったりも想像したりする感じです。わかりました、はいはい、もうだいぶ疲れましたね今日ね。そんなことないですよ。そうですか、はい、疲れましたね、はい、じゃあありがとうございました、はい、お疲れ様でございます。